はい、寝起きドッキリじゃんみたいな感じですね。まあ噂にはあ出てたんですけど、えー、本人は否定して、えー、週明けたらやっぱりそうやったっていうやつで、えーまあ、アメリカの、えー、今の大統領ジョー・バイデンがあ撤退を表明、はい、でハリス副大統領やったかなを、まあ、指名した。 えー、まあ風向きやな、えー、世の中っていうのは、えー、時として勢いもしくは運がいい悪いは運も実力のうちやというところで、えー、対照的な2人ね、えー、前の討論会の時やな討論会の時にはジョー・バイデンが なかなか、まあ、年齢的なこともあって、えーまあ、思うに答えがなかった。で、ドナルド・トランプも、えー、好きと嫌い、好きと嫌いが非常に分かれるタイプなんですけども、まあ、この銃撃,じ銃,銃撃事件を受けて、えー、やっぱりジョ,ジョー・バイデンとドナルド・トランプ並べたとしたら、 この二人って対照的やったのよな、ここのとこ。で、僕はね、ドナルド・トランプを、えー、1回目やったかな。1回目に、えー、ドナルド・トランプが、あのー、大統領になった時に、えー、まあ、世の中が、世の中が変わる一つのきっかけ。 としてのドナルド・ナルトランプあったけども、えー、まあジョー・バイデンやな選挙が盗まれたとかってやった時にはね、うん、やっぱり、えー、マスメディアとかいろんな僕らが見えないところのあそれ見えないところのそれがあ,あって。 で、えーあ、やっぱり世の中って、えー、僕らが思うほど綺麗には変わらない。世の中はね、綺麗に変わらない。で、えー、その後やなあの、安倍晋三元首相が、えー、暗殺されたり、で、自民党があひどいことやってたりとか。 でジョー・バイデンになってから世界が変わったのかはいあのロシアがウクライナに突撃してイスラエルでもハマスをやっててすごいたくさんの人が亡くなったりとかアメリカ国内なんかではねあの移民っていうかあの密入国する人が後を絶たなくって密入国した人があーまあまあ 低賃金でも働きたいっていう人が殺到した結果、えー、アメリカの国も、えー、すごい疲弊してて、で、結果、ジョー・バイデンは何をやってんねんと言われてるような昨今で、えー、岸田やな、日本の岸田文雄は、ジョー・バイデンと一緒にご飯食べて、ニコって笑ってる顔が。 あ多分最後のとどめの一撃になる <laughs>。これはそうやで悪いけどあのー、僕も一応会社員やってた時はあのー、派閥派閥があって誰の味方どっちにつくねんって選,選んだことが何回かあってその選択肢が正しかったんかどうかっていうのについてはね、えー、ここではコメントしませんが。 まあ,あ、自民党、次の総裁選挙、岸田文雄っていうのはこれで100%なくなったな <laughs>。岸田文雄は100%なくなって。で、えー、アメリカ大統領の選挙についてはね、核、え、虎、ー、って今言われてて、確実にトランプじゃないかって言われてるんですけど、僕はあの4年前の選挙がね、盗まれたって言われる選挙がそうであったように、 えー、僕はですよ結局やっぱり結果を見るまでは分からない結果をね見るまでは分かれへんなと思いながらも個人的には個人的にはね、えー、まああと4年あと4年あるんであれば、えー、ドナルド・トランプ少なくともねあのトランプも言うてますけど ドナルド・トランプが大統領をやってたときは、ドナルド・トランプが、ドナルド・トランプが大統領をやってたときは、えー、中国もおとなしかった。北朝鮮にも行ってた、ねえー。ロシアもウクライナには攻めに行かなかった。ね、ハマスが、えー、イスラエルと交戦状態に入ることもなかった。っていうことを考えたんで、あれはね、えー 今からの4年は、ドナルド・トランプがもう一回返り咲いて、世の中の仕組みっていうのを改める時がないのかな、なんでか、あの、まあ、ジョー・バイデンが辞めて、ハリス副大統領っても、ハリス副大統領って、まあ、アメリカはどうかじゃなく日本で移ることほとんどなかったんハリスは。 でさらにやねんけども、えー、この前のドナルド・トランプの銃撃事件を見た後はしたであればドナルド・トランプにはやっぱり、えー、運があるラッキーやなラッキーがある分だけ、えー、可能性はやっぱり非常に高いもしくはドナルド・トランプに賭けたいなっていう気持ちにちょっとなんのよな好きか嫌いか別やで。 政治家って言われる人たちとか芸能人は人気商売やけど政治家って言われる人たちはねあのー、人間の好き嫌いじゃないんですよ実はこれはね世の中の仕組み上、えー、政治家っていう人は人間の好き嫌いで決めてはいけないであれば、えー、僕はね、えー、ドナルド・トランプになるもしくはほぼ ドナルド・ナルトランプになるんじゃないかっていうことで、えー、昨日の夜も見たけど、えー、ウクライナが、えー、ロシアと停戦をね、えー、模索してる実はあウクライナの大統領っていう言い方書いてあって昨日一部のマスコミにはまあまあゼレンスキー大統領のことやと思うんやけどね、うん、もうトランプになったら、あのー、何らかの形で 戦争を終わらせるっていうことを明言してる以上もう後がないロシアもそうやねんロシアももうこれ以上人が亡くなったりしたりとかね戦力がなくなるイコールアメリカと、えー、対等に張り合えるような国力はもうないわけやからで中国もそうやねんな関税かけられてアメリカに物が売られんとかってなった時に 今、疲弊してる中国も、えー、台湾に攻めるみたいなことを考えなくなるような一つの,あの方法論としてあったとしたんやったら、傾きが、っていうかね、世の中が大きく変わる一つの方法論としては、これはあるかな。うん。まあ、 もう決まってしまってることやからあ言うと、ジョー・バイデンが大統領になって、世の中は何か変わったのか変わってないよな。で、EU へな、ヨーロッパでもそうやねんな、あの、軒並みヨーロッパの、えー、選挙が、特に極右って言われる人たちとかがね、えー、もしくはあの、第一政党の なところがほぼ選挙で負けていってんのを見ると世の中が変わる一つのきっかけがここにあるっていうところなのかなってまあこれは正直やけど、えー、まあ本人のインタビューないしあくまでもニュースだけがね先行して出てるからいいとも悪いともっていうのはまだ言えないですけど まあ,あ、多少の期待。多少の期待と、ええー、まあ、結果が、ね、選挙が終わるまではどうなるわけわからんからな。極論やで、ジョー・バイデンってもう81歳だから、もしかしたら選挙の終わりまで持たない。となったら、自動的に、ええー、ハリス副大統領が、 アメリカ大統領に繰り上げでなってでっていうこともありうるしドナルド・トランプも78歳やから明日の保証がないわけやからっていうことを考えるとね世の中が混迷する世の中がねおかしくなってる世の中が最後もう一回ガシャ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 ってなった後、と、えー、きれいに収まるのかどうかっていうのを できればあ、僕も明日行ってる保証ないんですけど、今日は今起きましたけど、えー、世の中の明日をね、えー、変わるかどうかっていうのを見てみたいっていうことが、まあ半年先ぐらいまでの可能性やな、うん。もう半年もないけどね。うん、なんか、あのー、選挙が上バイデンになった以降は、 あ,のあれやってたよね、えー、なんか、えー、ジョー・バイデンは宇宙人やとかって言って、顔が変わったとか何度かから始まって、いろんなことやってた時もあったけど、なんかそういう陰謀説やとか、いろんなこともあったけど、とうとう、ジョー・バイデンが撤退を表明。僕はね、知ってる人で80超えてある人いてるけど、やっぱり80歳超えたら、 80とか、ある程度年齢超えたらね、あの、瞬時にね、聞かれたことに瞬時に答えれる人ってなかなかいないよ。<laughs> これはもう、ジョー・バイデン買うわけじゃないし。で、こっから僕怖いのはね、えー、ジョー・バイデンがあくまでも、えー、大統領をやりたいって言い続けた一つの根拠として、えー、自分の子供、ハンター・バイデンっていうのが、 非常に素行が悪くて、えー、罪に問われる可能性があったりしたんで大統領で居続けたいということを思ってたんじゃないのかなとかっていうのもあるまああとはあー、ね、この一文っていうのかなここだけを取って、えー、いいとか悪いとかっていうのはコメントはまだできないですけど、えー、日本やったらあ岸田もしくは自衛隊 あとは中国、北朝鮮、韓国、台湾やな、うん、とかも、えーまあ、この流れの、えー、渦の中に巻き込まれていくわけですけどね。うん、まあドナルド・トランプも銃撃事件以降は過激な発言はないみたいやけどまあ僕がドナルド・トランプやったら間違いなく言うのはねジョーやなバイデンと あと、ハリスのこの二人は、世の中を悪くしただけや。4年間で、世の中を悪くしただけや。ここの一点突破でいけるんちゃうかなと思う時あるよな。ジョー・バイデンになって、ね、世の中は良くなったのか、景気は良くなったのか、そこら中で戦争が起きて、ね、解決に、解決の道筋もなかったやんげ。それやったら、 早く辞めさせて。俺がやってた時はそんなことなかったから、なかったからね。で、この一点突破ができるようになってしまうのよな。うん、で、まあ、アメリカってね、意外と、ねんやけど、あの、強いアメリカっていうのがやっぱり一つのスローガン。ハリスっていう副大統領が大統領になるねんって言ったところで、えー、やっぱり、 トランプの時は起き買ったことがね、トランプの時起きに勝ったやんっていうところを言われたら、なかなか厳しい。で、ハリスっていう人はまあ60もなってないわけやから、次の4年は、僕個人的な意見で、次の4年は、いいか悪いか別として、ドナルド・トランプで行った方がいいんちゃうんかな、と、個人的に今は思います。今は、言うとこは強運の持ち主やからやねん。 時としてね、あの指導者とかあのトップに近い人っていうのは強運な人が多いねついてる。この人にはあの月があるっていうのが一つの、えー、材料にはなると思います。